みんなこんにちは僕は猫のニャンゴロ今日のテーマはこれアンパンマンとけん玉失ししたマンだよそれじゃあ最後までゆっくりしていってね僕アンパンマン視聴率男だよ 今日も数字が取れるような話がどっかに落ちてないかなキョロ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 移動するのめんどくさいから向こうの方からやってこうへんかなキョロ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 あなんか泣いてるやつおるちょっと行ってみようピューン けん玉失敗したけん玉失敗したけん玉失敗したけん玉失敗して泣いてるやつおるでも俺にはわかる大の大人がけん玉失敗しただけで泣くわけがないきっとこの人はいろんな辛い目にあって理不尽な目にあって 希望を失ってそうだ子供の頃俺はけん玉が得意だったそう思ってけん玉やってみたらけん玉も失敗するということでいろんなことが積み重なってたまたまけん玉失敗したことが背中を押して泣いているだけに違いないええけん玉失敗したえけん玉失敗したえ一番簡単なやつを失敗したえええよし泣き止むのを待ってから どんな破天荒な人生を送ってきてどんな失敗をしてきたのかいろいろ聞いてみよう数字が取れるぞ概録チャンネルみたいな感じにするぞう、えーけん玉失敗したけん玉失敗したけん玉失敗したけん玉なかなか泣き止まないな。けん玉失敗したのけん玉失敗したけん玉失敗した 俺で良かったら何があったか聞くよ。<laughs> 1時間後。<laughs> ちょっと落ち着いた。お水ありがとう。じゃあ何があったか教えてくれる？あのけん玉やろうと思って、なんか失敗して。悲しくなっちゃって。はいはい。 はい、しばく。はい、しばく。はい、けん玉失敗しただけで泣いてるやつしばく。えなんでしばくんですか優しい人やと思ってたのに。取れ高ある人やと思ってたのに。なんやねんけん玉失敗しただけで泣くって。なんやねん。頭おかしいんじゃう。けん玉なんて失敗するもんや、あんなもん。変な遊び。でも、子供の頃できたんですよ。子供の頃できてもまんない、久しぶりになってできへんことはないんなもん。何回やったんや。一回やってみて失敗して。 なんかこんなんじゃおうかな頼むなと思って。じゃあもうなんかもっと辛いこといっぱいあって、あってからのけん玉ちゃうんかいな。いやそんなことないっす。なんやったらここ4日ぐらいあんま外出てなくてずっと Amazon プライムで映画ばっかり見てました。何やねん。何を自由満喫しててたまに外出て外でけん玉やって失敗して泣いてんねん。変なやつか。はーい。はーいやねみんな、道中で。 ん玉失敗して泣いてるやつがいたらそれはけん玉失しして泣いているんだよ。はいということでみんなけん玉失しして泣いてるやついたらそれはけん玉失しして泣いてるんだよ。バイバーイ